Hello，观众朋友大家好。然后今天游戏是《一群超人》手游。<coughs> 然后希望频道欢迎频道，的频道主要的图片，按下订阅右下角的订阅按钮跟铃铛，即可打开。然后欢迎到我的粉丝页，按钮追踪。然后记得到我的 IG 追踪。好，那大师一开始玩这款游戏，手抽铜币啊，然后跟一个黄金球。 铜弟，然后我们稍微看一下，就是它有很多，就是免费送的角色啊，像这个呃聚合铁，然后通常大家所说是建议抽到那个那个谁啊龙卷，龙卷跟铜弟啊，然后我就我只抽我只刷一次啊，然后就抽到铜弟，我通常说 OK 就就开局吧。 然后，呃，会有一些呃时间会的凝聚体力。然后体力可以就是透过呃，就是我们要收集这些东西，可以通过一拳通关，就是用一拳超人奇遇，就这样一次通关。然后这些通关这些会拿到一些奖章，奖章是奖章是为了呃做角色的升华突破用的。 OK，然后会有关卡，会有精英级跟普通级这样，然后跟主线剧情。那我们我们先把一些体力耗尽。嗯。通关、嗯、可以是通过十次吗？可以诶。好，就是这样通过四次，然后就是拿着这个道具，然后角色突破。 就这么简单。OK，就是这样。然后主线剧情的话，我记得在哪在哪里啊？嗯、呃，到、啊、这里。那我们已经到第四章了。孤高的改造人。 大量の蚊の群れが集まっています襲われた家畜はミイラ化していたとの情報が入ってきています万一蚊の群れと遭遇した際には必ず逃げてください緊急避難警報災害レベルは鬼住民は絶対に外へ出ないように <laughs> 警報でどの店も無人 カに刺されて死ぬ人間がいるかっつーのこんだけ取っときゃ多少蚊に血吸われてもオッケーよ風がふぅ何よんそしたこんなんじゃ全然足んないわよもっと吸ってらっしゃいなるほど 蚊の大群に血を吸わせそれをお前が独り占めしていたのかお前が蚊に信号のようなものを送り操っていたとすればこの不可解な集団移動にも説明がつく主人であるお前を排除すればこの目障りな群れもいなくなるのか <laughs> 食事が来たわ吸い尽くしてあげなさい 这边就是主人绝球可以上阵，然后上阵就就随便拿，然后再通常都很简单的、啊，通常，然后就没有自动啊或是加速这样，然后这边是不能跳过的，然后这个零这个像火一样，就是累积到一定的数字才才可以发到大绝。 私を排除するですって?。やってみなさい。ジャスティスクラッシュ。形状記憶たまけん。 なのよあいつ今のままじゃ殺されちゃうそうねさあ来なさいあんた達ため込んだジュースをあたしに注いでちょうだいこの町全体いやもっと広範囲で血を集めていたならばやつにとって血液はこれは早急に終わらせた方がよさそうだな 《焼却そうか血液を吸収するほど身体機能が進化する仕組みだったのか完全に油断したもう勝機はないこうなったら自爆するしか》 普通のパンチかうぜちょっと待ったぜひ名前を教えてほしい、はああ埼玉だけど弟子にしていただきたい。 然后主任剧情就就这样呵呵，这样就结束了。然后完成上一段剧情才能继续领奖。OK，就是结束之后可以领一个奖了。那我们再来完成一个任务。猪猪 先生マジで来やがったえっとジェノスです埼玉先生その先生っていうのをやめてもらえる師匠師匠もやめろ飲んだら帰れよ弟子なあれはい体の大部分は機械なのでパーツさえあればすぐに。 先生はどのようなパーツを使っているのですか使ってねえよじゃあその頭部の肌色の装甲はいやこれ肌だからいやしかしそれでは先生が若くしてハゲているということにハゲてんだよ何なんだかてめは俺ですか俺の話を聞いてくれるんですかいやいい大丈夫実は4年前俺は15の頃まで 生身の人間でしたこんなしみったれた世の中でも家族と共に平穏にまあまあ幸せな毎日を送っていましたしかしある日暴走し頭のいかれたサイボーグが俺たちの町を襲ってきたんです暴走サイボーグおそらく身体改造に失敗して脳に異常が発生したのでしょうやつは全てを破壊し尽くしていきました公園学校ビル群俺の家そして俺の家族の命までも 奇跡的に生き残った俺は当時まだ15歳で弱く廃墟の町でたった一人力尽きる寸前でしたそこに偶然通りかかったのがクセイノ博士クセイノ博士は街を襲った暴走サイボーグの強行を止めるため旅を続けている正義の科学者でしたそこで俺がクセイノ博士に頼み込み身体改造手術をしてもらったんですそして俺は正義のサイボーグとして生まれ変わり いつかあの暴走サイボーグを破壊することをクセの博士と約束したのですあれから4年の月日が経ち19歳になった俺は悪を排除しながら町から町へと旅を続けていましたこれまで倒した怪物や悪の組織は数知れずしかし例の暴走サイボーグにつながる手がかりは全くつかめず苛立ちと焦りの日々を過ごしていましたいつからか俺は暴走サイボーグの巨像を追いかけて悪と対峙していたのです そして1週間前、あの蚊の化け物が現れたとき、俺は完全に油断していました。もはやあの暴走サイボーグ以外には負けるわけがないと思い込み、敵のデータ分析もせずに、ただ正面から攻撃を開始していました。結果はご存知の通り、底力を見せた化け物に返り討ちにされ、埼玉先生がたまたま通りかからなかったら、確実に破壊されていました。俺は埼玉先生に命を救われたのです。 生の博士に一度救われたこの命、埼玉先生に再び救済されたことによって、さらに重く責任の増したものになりました。こうなったら何としても暴走サイボーグを破壊するまで死ぬわけにいかない。そのためには、再びやつが俺の前に現れるまで、正義のサイボーグとして悪と戦い続けなければならない。先週、埼玉先生の一撃を見たとき、俺はこの人のもとで学ぶしかないと思いました。俺もこれほど強くなれたら、埼玉先生、俺には倒さなければならない宿敵がいるんです。 これは俺一人の戦いじゃない俺の故郷やクセイの博士の思いも背負っているんです自分が未熟なのは分かっているしかし今は何としても巨悪を粉砕する強大な力が必要なのですクセイの博士をバカ野郎20時以内で完結にまとめやがれ高速接近反応 讲了一大堆废话，呵呵呵、欸。哎，技能启动！哎，好像很强哎？Just in c a s 记忆记忆听听 s 技能启动！なんか先人聞いたか がやられた,みたいえあいあつ結構強い方じゃなかったっけ外にもたジャススティスクラッシュ 先生、ここは俺があな何でもないですジュオウはいかなる相手でも決して手は抜かぬのだならば今こそこのジュオウの力を存分に 獅子座の流星群 高エネルギー反応ありサイボーグ、まさかターゲットはお前邪魔だ我は進化の家の英知のアーマードゴリラ進化の家だと、それが先生に何のようだお前には関係ないことだそして歯向かったもの我らの決まりお前は破壊せねばならん ワ我の実力は進化の家ではナンバーーその程度では今もモているナンバーーのジオには勝てぬそれこいつじゃね あの、すいません全部話しますんで勘弁してくださいなんだお前さっきまで片言だったじゃねえかすいません雰囲気出してカッコつけてました一昔前一人の若き天才科学者がいた彼は圧倒的な知力を生かししかしやがて人々は彼彼が常日頃吐き出す思想について人類の文明ではなくそれが彼の実現させたい協力しようとするもその後 彼はけ70歳を超えた頃計画はかまず彼は若さを彼は自分たちの研究所クローンたちとともに数えきれないほど新種を作り出し話が長い俺に関係ないだろう雰囲気ばっか出しやがっいいから要点を言え要点を先生は忙しいんだ二十文字以内で簡潔にまとめろ すいませんえー、つまりですね我々のボスがあなたの体に興味を持ったようです俺男に興味ねえぞいや違います先生先生の人類を利用しようと企んで放っておけばおそらくまた資格を野放しにするわけにもい,い今度はこっちから攻め込みましょうよし行くかはいえ今ああ明日は特売日だから行くの無理だしな 好了，总之大概就是这样子啊。好了，然后就是可以拿奖赏啊。OK，就是这样了。然后抽，你要抽东西的话，就是使用这个枪者招募卷，然后就可以进去抽。然后就是看可以抽到什么了。好了，就是这样了啊。好了，就是喜欢《异超人》的。 的观众朋友啊，可、OK, 以下载这个手游啊，就是还算打发时间，还算不错啊，OK 的啊，听听语音这样子，OK，好了，那就这样子啊，谢谢大家这里收看拜拜。